これ中洲のどっか風俗店とかどこだ、なんか奥にウーバーイーツのバッグがありますけど、女の子に挑戦してみたい。マジですか、はい、おお、え、お名前は。おはようございます。2月4日木曜日10時43分、マタギの最終日でございます。ちょっと出発は出遅れたんですけど、オンにした瞬間なったんで早速動いてます。のマタギの設定をですね、ちょっと陽気に設定してまして、65です。月曜日が雨だったんですよね。すごい雨で稼働したくなかったんで、それを見越して陽気のマタギ設定にしてました。でもう1段目は、で残りはもうあと13なんで、ちょっと天神でも行ってみようかなと。はい、天神に来ました。ちょっと前まではね雨が降ってたんですけど、晴れてよかったです。ちょっと中洲方面を攻めてみましょうかね。なりませんな。おっと、どこだ。はい、お疲れ様です。もうこれ中洲のどっか風俗店だな。どこだ。まあいいや。近いし。よいしょ。ここか。ここ。3回もしも彼女が〇〇だったら、もしもシリーズ、ドリフ大爆笑。フードフタイムドロップです。ほう。じゃあウーバーでーす。お待たせしました。こちらになります。ありがとうございます。なんか奥に。ウーバーイーツのバッグがありますけど、女の子に挑戦してみたい。マジですか、はい、今日とかやったりするんですか。そうですね、今日もうちょっとしたら女の子来てるので、誰か教えてくれる人とかいないですか。ウーバーイーツってこんな感じになってるんですね。もうそこはダメですよ、うん、YouTube やってるんだ。おはちゃん、おあ、でもアプリの方は入れたんですよね。入れました、バッチリ。あ、バッチリ、はい。じゃあアカウントも登録したってことで、はい、じゃあ1日目ちょっとやってみましょうか。お願いします。じゃあ行きましょう。重いですね。重い。おお、にゃにゃ。ウーバー女子ですね。お客さんに喜ばれると思います。本当ですか。はい。あれですか、お風呂屋チャンネルっていう、なんかあ、そうなんチャンネルをなんか待合室でなんかカードを見たんですけど、はい、YouTube やってるんですか。やってます。今ちょっと映ってないですけど、はい、隣にあのカメラマンさんがプロデューサーが、じゃあその撮影も兼ねながらやっていくってことですね。はい、はい、じゃあオンラインしましょうか。はい、オンライン、はい、しました。お、あ、なりました。これどん、ん？あ、どん丸です。どん丸。どん丸って知ってます？知らないです。海鮮丼。ああ、そうです。海鮮丼です。いいですよ。はい、お母さんのペースで。自転車食べるとどこでもいいよ。働く女子の後ろ姿はいいですね。一旦渡りましょうか。で左ですね。
お待ちましょう。もこさんは普段からウーバーイーツとか頼まれるんですか？私は今週4ぐらいです。何？週 4？ 週4は頼みすぎじゃないですか。はい、この辺で止まりましょうか。ちょっと右に寄せましょう。人がいっぱいいるんで、ちょっと重要なことを忘れてました。ウーバーイーツは基本的にマスクをしてないとダメなんですよ。ちゃんとね。はい。マスクしてますね。バッチリ。はい。消毒もしましょうか。はい。このお店から商品を受け取ることをピックと言います、はい、ピック、はい、でお客さんの家に配達することをドロップと言います、はい、ドロップピックアンドドロップ、ピックアンドドロップです。配達先が近い場合と遠い場合があります。近い場合はもうもしかしたらそこかもしれないですけど、はい、俺の経験上6キロ7キロとか来るんで、はい、体力はある方ですか？はい、バスケとテニスやってます。バスケとテニス、はい、すごい。1日何件ぐらい行けますか？1日だいたい20件から30件の間ですね。でももっとすごい人は50件とかやったりするし、はい、あ、商品できました。はい、じゃあ取りましょうか。山立てのたまに、はい、あ、大事に扱ってください。はい、はい、はい、じゃあこれをバッグに入れます。はい、もこちゃんなりに入れてみましょうか。じゃあこうですかね。基本的にあの、はい、自転車漕いでると、はい、中の商品が暴れちゃうんで、はい、できるだけこう隙間を作らないように、はい、そうですね、もっとタオルとかあった方がいいんですけど、俺がよく使ってるのはこのサバイバルシートっていうので、こうやって隙間をどんどん殺していく、そうそう、こういう感じで、まあこれぐらい大丈夫かな。じゃあこれを閉めてください。 OK です。背負うときにずれたりするんで慎重にやっていきましょう。あ、いい感じいい感じ、大丈夫です、今のところ大丈夫です。 OK です。はい、お、どこですか？わかります？わからないです。あー、近い、めっちゃ近い。お、ラッキー。これ500メートルもないんじゃない？すぐそこだ。よかったですね、最初から。よかったです、ラッキーで。はい、じゃあ、でもまあ近いですけど確実に慎重にやっていきましょう。はい、はい、どこか分かりますか？あ、いいマンションだね。出たら、ウーバーです。ウーバーイーツです。こんにちは、ウーバーイーツです。はい、初めてです、ね、優しいお客さんだといいですね、はい、受け渡しですかね。あ、受け渡しだったね。置き配じゃないか。置き配じゃないです。怖い人もいますか？怖い人もいます。俺が一番最初に会ったのは、はい、あの腕だけ出てきて腕に注射の跡がいっぱいありました。怖い。ありました。配達員はこんな感じで運んでます。面白い。週4もかさん家の家に運んでます。初配達終わりましたけど。終わりました。緊張しました？緊張しました、めっちゃ。聞いた話によるとお風呂屋チャンネルさんの方でも配達動画をやるそう。そうなんですよ。9時から24時までいくら稼げるかみたいな。そうですね。そうですね。ポイントは何ですか？
ポイントは、道を間違えない。道を間違えない。と、そうですね。あとはチップをいくらもらえるかとか。大きいですね。あ、可愛いからチップどんどん来ますよ。本当です。はい。今日はすいません、なんか唐突になんかコラボみたいな感じになって、はい、ありがとうございました。まあ、思いがけずオブレアチャンネルさんの女の子モカちゃんとコラボできたんですけど、疲れた。なんか稼働以上に体力使ったな。エンジンもう痛くないな。一回帰ろうかな。ふるさと伊尻春日に戻って一発目、一発目じゃねえや、朝一発やってるから。朝一発、二発目ですね。ガスト、またぎの最終日だから張り切っていきましょうかね。三地区、お待たせしました。お疲れ様です。まだ先は長いな。こんにちは、ウーバーでーす。柳川。ありがとう。すいません。お水です。ありがとうございます。お水をいただきました。ありがたい。はい、時刻は19時17分。クエスト65件達成まであと1件。まあ、すんなりバックがなるような気がします。はい、最後の1件バック。どうも、ウーバーです。OK、 帰ろう帰ろう。お疲れ様でした。リザルトは、総額で 15,437 円で、これはクエストのプロモーション込みの売り上げなんで、稼働だけの売り上げでいったら 5,786 円ですね。夕方までほぼあのモカちゃんの撮影をしてたんで、賞味の売り上げとしては稼げなかったんですけど、クエストが終わったのがもう8時ぐらいだったから、割と後半はいい感じで、こなせたんじゃないでしょうかね。今日はそのところです。チャンネル登録、高評価お願いします。